はい、どうも TG です。バルキリープロファイルやってきます。よろしくお願いいたします。さ、ではこのダンジョン続けて攻略してまいりましょう。で、セーブ地点があるんだけど、ボスは右側だったと思うんですよね。なので一旦こっち入るか。おーっとっと、キュアコンディション、なんだこいつは。よいしょ。死の先を行く者たちよ、これは強敵ではないのか。多分でもプラントだから炎系が効きますよね。直接行っちゃっていいかな。あ、効きますね。よし、よいしょ。その身に刻め、真偽ニーベルン・バレスティン。まあ次アリューゼ苦しむだけで OK ですね。の顔を見飽きたぜ。奥義、アリューゼはね、本当攻撃力が高いから、もう頼りになりますね。割と楽しかった。これで一体 OK ですね。よいしょ。このまま直接殴っていけるか。ちょっと当たらなかった。よいしょ、はあはあ、よいしょ。あー、つながんないなコンボ。ラストストリーム、ちょっと足らないんですよこの子。80残ってないと足らないのよね。25高ぐらいしかあの子はゲージが上がんないんですよ。だからまあ一番最後に使わないと終わっちゃいますね、必殺技がね。よし、なんだ？ん？あ、食らった。デーモンスレイヤー、まだあるな。あ、クリス小石、まだある。ちょっと邪魔。どこにあるんだ？こっちはもうないのか？ああ無理だって。ここにもない？ちょっと待って、まあ大丈夫かな。なんか剣、これは、あ、壊れんのか。壊れなきゃいいのにな。デーモンスレイヤー破壊が入ってますね。うん、ボス戦で硬くてしょうがないボスに出会った時はですかね。こっちか、あとはあれだな。はい、まあアイテムなくなったね。そしてね、やたらアイテムをドロップするんですけれども、同じのばっかり。これショートスピアとロングボウ、こればっかり落ちるのよ。大して変わんないし、そんないらないんだけどな多分。ああロングボウ、グリーンバーディー、あっと違うよ。当
タックなんちゃら低いんだね。じゃあロングボウいっぱいあるからロングボウにしといた方がいいか。ルナス、あ、これもコメントでいただきましたね。アタックトゥーストっていうのかな、トゥルースト、トゥルースでいいのかな、アタックトゥルース、アタックトゥルース違う、ヒットトゥルースか、ヒットトゥルースが高い方がいいのか。アタックトゥルースは多分、まあアタック自体100あるけど攻撃力にばらつきがあるのか。あ、だから必殺技とかやってもゼロっていうのが時々あるのかな。だけどヒットは30、ロングボウの方がそしたらいいかな。ちょっと変えておこうか。なんだかやたらドロップできるので。 でもラウリーは、ラウリーはこっちの方がいいですね。壊れないし、いいものもらいましたね。じゃあこれでやっていこうかな。あとちょっと待って、弓のスキルとかないのかな、バルキリー。特別弓だからどうっていうのはないか。ないですね。うん、じゃあこのままやっていきましょう。で、奥に行くんだな、こっちだな。で、こっちですね。こっちに道はない。ここ鳥がいたとこですね。よいしょ。はい、オッケー。で、この後は、また奥だったよね。奥に行って左。左と、でもこの右が、あ、どこだ？ね、よいしょ。こっちの右が行ってないんですよね。敵がいてやめたんでしたっけ？うい！はい、オッケー。あー、鳥さんだ、また。よいしょ。ちょっと短い間隔で敵が来たときは、続けて、編集で、よいしょ、切っちゃってるかもしれませんね。シャドウサーバント。シャドウサーバント、どうしようかな。シャドウサーバント、ダークセイバー。あー、どっちがいいだろう。でも、シャドウサーバントは下からボンボンって出てくるやつだから、冬系の子にちょっとね、当たりづらかった気もするんですよね。ダークセイバーの方がいいかな。あ、めんどくさいな。まずこの子だ。はい、一旦浮いちゃうか。あー、ここにもいるよ。このアイテムだね。よいしょ。シャドウサーバントあったな。じゃあ、あー、一回覚えさせちゃうか。シャドウサーバントじゃなくてダークセイバーにしたい。で、ダークセイバーをジェラードで、次の戦闘で一回使ってみますかね。で、持って、で、いいかな。特技は、あ、特技いいか。セットしてみるか、一回。で、戦ってみましょうか。ほい。死の先を行く者たちよ、無礼者が万死に値するぞ。じゃあ行きますか。はい。お、強いね。あ、結構いいですね。あ、まだ残ってた。当たりにくいね。ああ、
やり返せない。よーし、あ、ジェラードまた撃てる。よいしょ、いいですね。収録時間が短くできるかも。で、よいしょ、やり返せない。ローファー、鳥さん相手だと、あれ、出せますね、あの、小石みたいなやつ。もう出ないか。オッケー。しかし、倒しても倒してもキリがないの。よーし、おー、結構稼げた。オッケー。で、あと、これも倒しちゃいますか。はいはい、これでここのマップは制圧しましたね。あれ、上があるぞ。ちょっと待って、まだ上があった。あ、奥に行けましたね。奥行くか。こっちはない。敵はいない。よいしょー、ホーリークリスタル。うん、もうなくなりましたね。これで、これで奥は OK ですね。じゃあ左、左に行きましょう。植物がいるぞ。よいしょ、はい、オッケー。こっちはまた植物だな。あ、でもこの先はない。あー、じゃあここ倒したら、うんと、手前に戻って、で、最初に見たセーブ地点のところって感じですかね。おいしょ、はい。で、最後に回復しようとしたら結構食らっちゃったんだよな。でもまだ大丈夫かな。まだまだボス戦までに戦闘があると思うので、うん、大丈夫ですね。こっちはない。ここら辺敵はいましたね。よいしょ、よし、これで、あ、戻るのには一旦奥に行かなきゃダメなのか。じゃあ、あの、最初に見たセーブ地点までちょっと行きますね。はい、やってきました。で、ちょっとここでセーブと回復は大丈夫かな。で、そういえばね、ここ敵がデーモン、敵がね、なんかゾンビっぽいやつじゃなかったっけ、ドラゴンの。違ったかな。なんかそういうなんとかスレイヤーを装備しなきゃいけなかったような気もするんですけど、覚えてないからとりあえず行きますかね。で、セーブだけしちゃいますね。はい、オッケー。じゃあ行きましょうか。ここら辺は敵ないかな。ここまで来て戦いたくないよな。手前へしかないですもんね。これ上がちょっと開くのが気になりますね。あ、またまた、これ地味に気になりません？こういうところでしょうね、多分ね。もう埋まったかな。あそこの橋は無理かな。こうしたらいけたかな。あ、登れるの、ここ。上、上限あんのかな。ここでぶつかるようですね。オッケー。これでいいだろう。
うん、オッケーですね。行きましょう。余計なことしてないでね。よいしょ。よいしょ。ここですね。よし。で、これをこっちに確か落ちるんですよね。それしか道ないもんね。うん。行きましょう。ここですね。うわぁ、ドロドロのとこ歩ってる。これだ、ドラゴンゾンビだっけ？なぜこんな場所にドラゴンゾンビが。まともに戦って致命傷を与えられるとは考えにくいが。これドラゴンスレイヤー使うんだけど、確か。まず普通に一回戦ってみますか。うん、全然食らわないな。うおー、やはり武器では効果がないか。とすれば奴の弱点を突くしかないが、どうすればいい。はい、アイテムスペクタクルズは敵の能力を探ることが可能。攻撃アイテムで弱点をつけば強敵もあるいは。スペクタクルズなんてあった？誰がしよう。あ、持ってるわ。使ってみますか一回。はい、火雷星に弱い。1万3000もあんのか。火と雷と性に弱いらしいです。ジェラードさんは今違うな。魔法がこれだな。火だもんね。ファイヤーラン。でもそんなもんなんだね。装備変えるか。ドラゴンスレイヤーだよね。デーモンは悪魔だもんね。今回の試合じゃない、バトルだけこれにしておきますか。硬いね。おー、痛い。ちょっと待って、戦わせてくれ。ガードされないように後回しにしたつもりが。まあ全然効かないですね。ダメだダメだ。ほう、面白いじゃないか。終わっちゃった。終わっちゃった。ドラゴンスレイヤー強いですね。はい、勝ちましたよ。ボス戦経験値6000、大きいね。よし。で、装備を、これは壊れちゃうとまずいので直しておきましょうね。ロング棒でいいんだよね。あ、ショート棒も壊れるんだ。違うのはヒットだけですね。こっちにしておけばいいか。よし。あれ、アーティファクトないの？ないの？あのマークがついてないからないんですね。え、ないの？倒したのに。本当に？本当にこれない？ないよね。マークついてないんだもんね。やだよ。せっかく倒したのに。まあ、全部あとはマップは。行きましたからね。あ、右があるのか、まだ。あ、こっちにありましたよ。はい、ドライヤードの樹皮、ちょっと待ってくださいね。なんか全部パクってもいいとはあったんですけど、どうしようかな。あの、後々に MP4 ってなんだ、MP とかを使うようになるので、
それに変換しちゃうために持ってた方がいいっていうのは、何かで見たんですけどね。ただ、絶対取っておいた方がいいっていうものではないみたいですね、これは。使える使えないに関わらずアーティファクトは献上しない方が良い。使えないアイテムは原子配列変換なり、MP 変換なり。で、使った方がいいですよってことなので、パクりましょうか。献上しません。はい。で、こっちですね。まあ、これも献上しないんですけど、これも特別、取っておいた方がいいっていうものの、ピックアップにはないけど、これも献上しません。オッケー。で、一応どういうものか見ておきますか。どこに入ってるんだ？こっちか。こっちですね。これが、トラップサーチ。トラップサーチか。宝箱にトラップあるよってやつですね。別に、まあ、このままにしておこうか。よし、じゃあ出ましょうか。もうね、ないもんね。よし。はい、出まーす。はい、今はチャプター2のピリオド7になりましたね。あっという間ですね。で、一応をセーブしておこうかな。で、収録はね、実を言うともうすでに40分経過してるんですけど、多分戦闘を省いたらだいぶ短くなると思うので、一回精神集中しますか。はい。で、ダンジョンだったら、やめましょう。誰かキャラクターだったら、行きましょうか。ちょっとこっち向いて、間違って入んないように。行きますね。はい。キャラですね。ファイラン。はい。行きましょうか。ファイラン。誰だ？なんか思ってたのと違うな。他？ファイラン。大陸の南西端に位置する島国。他国との交流がなく、隔離された状況で独自の文化を築き出すに至る。動植物、魔物などの生態系も特殊。では入っていきましょうか。はい。誰だ？あー、この子か。ナナミ、体はもう大丈夫なのか？はい、お父様、ご心配をおかけいたしまして、申し訳ありませんでした。そうか、よかった。だが、もう少し休んでいた方が。いいえ、それはなりません。私には一刻も早く。何でしょうか。
何ゴーなんだろう。こうしょうどっちだろう。こうかな。皇后神社のお力を継承するという使命がありますゆえ。うん、それでは今度こそ必ず。お父様、どうかご心配なさらないでください。養父なんだね、お父さん。いろいろ訳があるんですね。ミネオちゃん、私をお守りください。本来ならばあなたが継ぐはずだった力、身寄りのない私をここまで育ててくださったあなたのお父様とお母様のためにも、私が必ず受け継いでみせます。七海はもう行ってしまったのですか。うむ、なぜ行かせたのですか。継承の儀が始まってからあの子の身に立て続けに起こった災いを厄をか忘れたわけではないでしょうに。やはり無理なんです。正当な血のつながりのないものが力を継承するなど。血か、そんなつながりなどなくても実の娘のように思っていたものを。ええ、事実を思い出さずにはいられない。残酷すぎます。多分実の娘さんが亡くなっちゃってるんでしょうね。私と両親が赤の他人だと改めて証明することになるのは分かっていた。血筋はそれほど大切なものなの。大切なものをなくした人はどうすればいいの。私は負けない。力を受け継いでもっと大切なものがあることを証明してみせる。あれが御神刀龍泉。帰ってきましたね。おお、七海、よく無事で帰ってきたっていう感じでしょうね。キャッ、今の光は一体？おやおや、ミナヨちゃん？ミナヨちゃんなの？ミナヨちゃんだってよ。憑依されてる感じですか。哀れな迷い子よ、お前に行き場はない。せめて私がこの手で。やめてください。見逃すわけにはいかない。放っておけばこの迷い子はお前に災いを起こし続けるだろう。いいえ、これで終わりです。人間よ、あえて取り込まれようというのか。
本当は嫌です。死にたくなんかありません。でも怒りも悲しみも寂しさも自分が一番深いと思っていたのに、そうじゃなかった。この子の気持ちを痛いほどに分かってしまったから、もうこうするしか。ならば先は約束しよう。先を？そうでしたね。あなた様の役目が何だったのかを思い出しました。ありがとうございます。道は一つではないから、一緒に行きましょう。はい、思わぬキャラがねちょっと仲間になりましたね。ステータス見ましょうか。ナナミちゃんですね。ナナミちゃん、おっとはい、ナナミちゃんは魔法使いですね。装備ルビーメイスはつけてるんですね。魔法は？あ、雷系覚えてる。ライトニングボルト。でも回復がないな。で、どうしよっかな。スキル。マイナス81。結構、マイナス値高いですね。おしとやかプラスでしょ。自己犠牲はプラスになるんだ。可愛げプラス、真面目プラス。これなんだろう、臆病華奢なんだろうな。結構なマイナスですね。こんな感じですね。まあでもパーティーはジェラードのままでいきますかね。で、どうしよっかな。この子の遺品が結構強いんですよ。ただどこで回収できたっけな。メモしたはずなんだけどな、どこ行ったかな。ちょっと調べてきます。すいません。はい、お待たせしました。ナナミの遺品はそのままここでいいみたいですね。どこ行った。またここでファイランに入って回収できるようなので、これはちょっと速やかに回収しちゃいますか。はい。和的な感じですね。珍しい大陸の方ですね。これは、ここはこれでも平和になった方なんです。人魚族との対立がひどかった時に比べれば、人魚族、宿屋。ここは沖縄のイメージなんですかね。お、魔境窟という鍾乳洞を知らないか。さあ、聞いたことがありませんが、何でしょうね。
百鬼衆がファイランに迫っているという噂だが、本当かどうか。鬼か。東の方では相変わらず戦が続いているそうだ。しかし百鬼衆の噂も絶えんな。困りましたな。嫌な噂ですね。あのね、さっきのお侍さんの純ちゃんもそのうち出てきますからね。純純ね。志保様がいらっしゃる限りこの国も安泰だが、国が栄えても息子は帰ってこぬ。そうね、なんかぐっと寂しくなったわ今。浜辺。 BGM 消えた。誰もおりませんな。綺麗だね海。私行かないけどね海。泳げないし。いたぞ。みなよちゃん、どうかこれを受け取ってください。はい、こんな大切なものをくれます。ありがとう。あなた様のことは一生忘れません。旅の無事をお祈りしています。でもこれさ、ナナミは罪ないわけじゃん。別にミナヨちゃんは多分何か事故かなんかがあったんでしょ。その自分が悲しいからってナナミちゃんの体ね、奪っていけるってそれでいいのかってちょっと思っちゃうけどな私は。で、装備しちゃいますか。これはジェラートさんにつけます。ほら全然上がるでしょ。壊れないし。11、うん、どっちも11ですね。ルビーミースも11だから関係ないか。これすごくないですか。すごいよねジェラードさん、最強ですよこれで。本当はまだここの土地に関連するキャラはちらほらいるので、その子たちが出てきてからでまとめてでもとかも思ったんですけど、これはね使える武器なので先に取っておいた方がいいかなと思いましてね。はい、じゃあワールドマップに出ます。はい、これで今チャプターじゃないピリオド11ですね。大変です皆さん、収録時間が1時間を超えています。戦闘を削るとね、どんだけ短くなるんでしょうかね動画はね。では今回はこれで終了にしたいと思います。で次回はまた精神集中をして続けていく感じになりますかね。次はダンジョンかもしれませんね。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。